6月17日月曜日朝5時16分のホームポイントは、かすかなオフショアで波はありますが、かなりサイズもありますが、ほぼダンパーですね。おお、ほぼというより完全にダンパーですね。お、チューブ巻いてますね。あのチューブの中に入れたら最高かも。お、左の奥で、奥のグーフィーは、これはあそこでテイクオフできればかなりのダイビングができるかもしれませんね。お、今正面に入りました。これはダンパーですね。おお、これはすごい。右はどうですか。ホームポイントの右もほぼ無風でダンパーウェーブが次から次に入ってきてますね。うう、あれに巻かれたら大変って感じですが、お、右の奥は面があるか、まあ、波の切れ目でテイクオフできればものすごいライディングができるかもしれませんね。気温は20度を切ってますね。18度ぐらいですが、まあ風が弱いのでそんな寒いという感じは全くないですね。今ほぼ無風ですね。波を選んでもほぼほぼどの波もダンパーですね。小ぶりの波の切れ目を狙えば乗れるかもしれないという程度ですかね。ちょっと波が収まるのを待った方がいいのかな。